ケーキ用マーガリンね。さあこれを入れていきます。ブロンと出します。これはねバターみたいなやつだね。マーガリンってなってるけど、うんうん、ケーキバター。そうそうそう、このケーキ用のやつはこれ何なのかっていうと塩が入ってないの、だからしょっぱくならない。やり方教えます。見ててください、はい、では小さくします、ね、やる。あちょっと待って待って、ある程度砕いてから、ある程度砕いてから、どうだとちょうだい、うん、ちょっと待ってね、先にハルトにやってもらう、ね、ある程度砕いたらこうやってねって粘土みたいにしますね。じゃちょっとハルト君やってみよし。本当はねあのお菓子作り用のヘラがあるといいんだけどないのでヘラでやります。おっとっとっと危ないね、落ちないように気をつけて。どうややる、これここまでやったらギューってやる、ギューってどうややる、ギューってどうややる、よし OK。 じゃあ今度リュウヤやろう。どうやる、反対じゃない、右手でやろうよ、うちの手でで、ね、ギューッギューッね、お菓子作りは分量がとっても大切です。ね、砂糖80g になります。砂糖卵黄だけ入れます。いいですか、はい、卵黄っていうのはパカッとした時にこれ白身落とします。白身落として、ね、白身を落として、ね、でオレンジはオレンジ、そうそう、このオレンジの部分だけ使います。よし取れたね。そしたらこれ黄身を入れます、ね、黄身やる、そうで黄身入れたら黄身、はい、これを、ね、混ぜていきます。黄身やる、ね、で黄身を入れると、まあ、結構柔らかくなるから、うん、じゃあ今度はリュウヤからいいよ。じゃあリュウヤ先にやっていいよ。でね、できるね、うん、じゃあ次ハルトね、いくよ、じゃあ次ハルトね、ゆうや、いくよ、はい、じゃあ次ハルト、ハルト、じゃあハルトね、ハルト、なんで黄色いの、ほらほら、黄色いの入れたからだよ、卵の黄身入れたから、はい、混ぜてね、まだよ、まだよ、まだね、入れるやつあるから、うん、そうね、うん、混ぜてきたかな、うん、しっかりしっかり混ぜて、うん、あんまり上にやらないよ、はい、じゃあこのぐらいでいいかな、はい、じゃあここで一回、ママ混ぜて、やだほら、バニラエッセンス、え、こんなもんだな、このぐらい振れば十分です。はいはい、座ってください。ちなみにバニラエッセンスは舐めるとすごく苦いです。ね、食べて美味しいものではなくて、あくまで匂いをつけるものです。匂いをつけるというか、匂いをつけるものです、ね、ちょっと静かにして、はい、はい、じゃあどうぞ混ぜてください。ほら、バニラのいい匂いしてきた、ね、いい匂いだ、バニラ だ、ね、バニラだ、いい匂い、クキはすごい渋いの、よし、じゃあ次、ハルトも混ぜ混ぜしようか、はい、でハルトも混ぜ混ぜして、これバニラの匂い混ぜ混ぜして、バニラのいい匂いだ、うん、バニラのいい匂いね、混ぜ混ぜしてください。よし、じゃあ大丈夫かな、こんなもんでね。よし、 OK。 じゃあバニラのいい匂いが混ざりました。じゃあ次、これです。次はアーモンドプードル、ね、これアーモンドパウダーですね。で、これを 40g 量ります。混ぜようかな。はい、混ぜましょう。どうや。はい、うん、混ぜて混ぜて。どうや。どうや。どうや。混ぜる。どうや。混ぜる。はい、どう混ざった？混ぜる。じゃあ次ね、次リュウヤね。はい。どうや。はい、リュウヤ。はい、リュウヤ持って持って。はい、うん、お手でもう一つ使って。そうだね。で、混ぜる混ぜる。ね。
しっかり混ぜて。混ぜて。オッケー、混ぜて。はいはい、混ぜてください。次は小麦粉です。薄力小麦粉。ね、小麦粉そう、薄力粉です。さあ、小麦粉は150入れるので、ちょっと待ってね。よし。本当はふるいにかけながら細かくして入れたいんだけど、うちは粉ふるいがないのでそのまんま入れます、ね、うん、これでちょっと見ててね。ここからあと手でこねていきます、ね、いい？手でこねていくよ。混ぜてみよう。ね、混ぜてください。まだ手だけで。そう、手じゃないとできないの、これは。これはヘラじゃできないから。ね、はい、どうですか？どうや。じゃあリュウヤやってもらおうか。はい、じゃあリュウヤくん、リュウヤくんも混ぜ混ぜしてください。手洗いしたい。この後ね、待てて。そんなすぐにはできないよ。これが終わってから手洗いします。ね、こうやって、ほら。よいしょ。よいしょ。キュッキュッ。キュッキュッ。キュッキュッ。ね。できたかな？ね、できたね。よし、じゃあ合わされましたね。うん、こんな感じでいいでしょうね。はい、ね、クッキーの種ができました。じゃあ、ね、じゃあ先ほど作ったクッキーの種ね、でそれからこれは追加でママが作ったココア味の方のクッキーです。これをね、形を作っていきましょうね。じゃあね、手伝ってもらいます。こうやってね、やっとくとね、作りやすいと思うな。こうやってね、いくよ。じゃあ、何の形からいこうかな。あ、いい感じで固まってる。本当だ。じゃあ、基本の形からいこう。基本の形ね、こうやって、ぺったん。あ、これやりたい。ね、これさ、そう、これ基本の形ね。こうやってぺたんこ、もうね、平たくしないとちゃんと火が通らないから、こうやってぺたんっていう形にしてくださいね。これで、できたらこっちに並べていきましょう。いっぱい。じゃあ、ハルトもこれ取って、ここで作っていこうかな、ここでね。じゃあ、はい、じゃあ、ハルトここで作って。じゃあ、こうやってね、ちょっとね、粉つけた方がいい。粉、こうやってママみたいに。はい。ね、そう。こっちもこっちも。ね、あ、はいはい、ちょっと洋服粉まみれしないで。ね、うん。じゃあ、これで作ってみよう。はい、いいよ。はい。リュウヤもね、いい粉をまず、お手でつけたら、ね、そんなに粉をね、あちこちにつけないでほしいから、ある程度ちょっと落として。ね、いい？じゃあ、リュウヤもこれほら、あげるから。ね、こねこねしていいからね。こね。そう。で、ペタンコにして。うん。ね、で、ペタンコにしてから。もう丸、うん。そう、丸になった。ちょっとこうやって、ほら、ちょんちょんちょんって。見て、貼ると。ちょんちょんちょんってすると、はい、ほら、綺麗な丸になるよ。ね。本当だ。うん、やってみようか。ね。そう。ね。いいですか？ね、これ基本の形です。じゃあ、ママはちょっと形を作ってみようかな。上でやってね、リュウヤ、上でね。上でやってね。こうやって。ね、うわ、1、2、うん、2、うん、できたね。こうやって、よし、ね、よし、キュッキュッキュッ、ね、猫ちゃん、ね、猫ちゃん、ちょっとヒゲつけてみようかな。ヒゲつけてね、猫ちゃん。うわ、ハッピー。うん、ハッピー作った。よし、じゃあ、できたのは、ちょっとこっちにやって。どんぐらいか、うん、ちょっと、どんぐらい。もうちょっと大きくしていいと思うな。入ってますね、落ちてる、落ちてる。ほら、ちょっと上でやって、ね。待って。そうだね。ちょっと、髪の毛とか入ってるやん。そうだね。じゃあ、これはちょっと跳ねよう。こっちで。どじゃって。これね。じゃあ、これ跳ねて、うん。はい、ここでやってね。うん。さあ、じゃあ、ちょっと。うわ、ぴたり。うん。まあ、後で掃除機です。後で掃除機。うん、丸い。うん。できたら、ここね。そう。上でやってみよう。ね、あと、上ね。上でやって。上で。ね。うん、そう。上でやってね。上で作るんだよ。こっち。下にやるな。上でね。うわ。ね。見て。うまく作れるかな。リュウヤ。リュウヤ。このリュウヤもね、うん、そうだね。うわ、落とした。あ、落とした。跳ねて。ほっぺに白くなってる感じ。大丈夫ね。ちょっと頑張ってね。クッキーが。ここにハッピーは参加できないけどね。そう。ハッピー参加したらとんでもないことになっちゃうから。粉が風圧でさ、すごく。ちょっとね、ハッピーのね、足は焦げちゃうから作れないので、ボディだけね。
ねねしてるハッピーだな。ハトサブレ。ハトサブレ。なんかもうちょっとお羽ぐらいつける。ハトサブレみたいな、ね。ちょっとお羽がついてたらそれっぽいよね。まあまあまあ。まあまあね。橋本さんだからね、ここもくちばしはね、太くていいわね、ハッピーさんは。ね。どう？まあ、いいじゃないですか。あのね、あんまりね、しっかり形作るとね、焦げる。焦げる、そして落ちる。そうそう。残念だけど、お目目だけね、ちょっと白目になっちゃうけど。完成？はい、できたよ、ほら。かわいくない。かわいくないな、これ。ハッピーやる。あとは焼き上がりですね。そうだね。焼いたらちょっとね、また。うん、ハッピー、あ、ハッピー作る？じゃあ、ハッピー作る。ハッピー作る。はい、じゃあ、ハッピー。ちょっとこれちっちゃいよ。ね。もうちょっと大きくしよう、これ。ね。大きく。大きくして。ね。大きくして、こうやって。ね。もうちょっとこれも、これもつけちゃうか。あ、取っていいよ、ハルト。うん。好きな分取っていいよ、ね、ちょっとリュウヤが作るの難しかったね、やっぱりね、うん、普通の粘土もちょっと難しいもんね、ハッピーしてる、ハッピー、あとファイヤーね、ファイヤー、ファイヤー、最後それはあの、うん、そうだね、一番最後にしようね、うん、もうね、途中は汚れててもしょうがないからね、うん、そうそう、汚れててもしょうがないからね、ハッピー、これは何だと思う、うさぎ、うさぎ、あたり、ね、うさぎちゃん、うさぎ、うさぎちゃん、なんか右の耳の方がでかい、うさぎ、もうちょっとちっちゃくしよう、恐竜だったよ、恐竜、恐竜、恐竜作れないよ、うわ、恐竜、恐竜ザウルス、よし、じゃあ、本当は。恐竜。作りな。なんか手汚れるの嫌がってしょうがないね。ダメだね。恐竜。ね、ほら、うさぎ。ね。うわ、うさぎ。うさぎ。ね。いいな、これね。次は、角竜にする？ブラキサリュッシュ。ほら、ハルト、こうやって、ほら、こうやったらハルトならない？じゃあ、次は。ちょっと自分でやってみようか。ね。ここから自分でやってみようか。どうしよう。ワーキーショルシュー、ね、これハートじゃない、うん、またね、ハートになりました、ワーキーショルシュー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 、大きさどんぐらいの、大きさね、でもね、やっぱりこれよりもちょっと大きいぐらいかな、今のこの猫ちゃんよりも、うん、そうそう、あんまり大きいのはちょっと微妙かも、厚さは、うん、厚さ、そう、厚さがね、やっぱりこのぐらいの感じ、うん、だからまあ、5、うん、わぁ、うわぁ、大きい小獣種、いた、うん、こんぐらいの大きい小獣種、これで何作る、うん、何作ろうか、ねぇ、何作ろうかな、小獣、ちっちゃいち、小獣してる、こんな感じか、こんぐらいので、うん、できた、でもね、羽が欲しいな、ハッピーの羽、あれなんかボトボトなんか、こいつ落としてるっぽい、あ、うん、あとで掃除機かけるから、うん、まずはもう汚しちゃうのは仕方なし、あ、触っちゃったか、これはちょっと脆いんだよ、すごいね、よし、じゃあハルト、ハルト、こっちで作ろう、こっちで作ろう、こっちでね、こんぐらい、このぐらいで何を作る、何作る、あと、パパ、ムラキーシャドウス作る、うわ、よくよ、シャル何作ろうかな、これシャル、ファンケードにする、ファンケードにする、難しいな、ファンケードだと、うん、近いし、わ、ファンケード、パパ、ファンケードしてる、これだと難しいよ、うん、わーシャル、わ、ブラキーシャル、ファンケードだと難しいよ、うん、あー、はいはいはい、うん、大丈夫、大丈夫だから、次は落とさないようにして、はい、ね、うん、ほら、作ってこう、うわ、ブラキーショルシュ、これは違うんだ、これは違う、これ違う、見て、マウンテンみたい、うん、そう、ただね、マウンテンの形だとね、できなくなっちゃうんだ、ブラキーショルシュ、平らにしないといけないからね、茶色、ちょっと頑張ってね、うわ、茶色、ぺったんこにするよ、ぺったんこにね、はい、ぺったんこでお山の形もでもできるね、ますね、はい、じゃあクッキーができました。はい、じゃあどれ食べる？どれ食べる？まずどれ食べる？どれ食べる？まず。パンケード。どれ食べる？ね、ウォートボットアウト。パンケード。ね、それがいいかな。ネクラマ。じゃあ、ママ、この辺のじゃあ何の変哲もない感じのこのクッキーをいただきます。あれ？ハッピーケロ？ハッピー、あ、ハッピーこっちにあった。ちょっとハッピー取っときたいからこっちにあった。で、これがハロウィンかな？うん、ね、ハロウィンかぼちゃ。ね、ハロウィンかぼちゃ。ドラキー、ドラキー、ここ。ドラキーもどき。うん。
ハルこれから食べる、うん、これオウム、うん、ね、これはハルから食べる、うん、そうの、うん、ハル最初から食べる、うん、美味しい、うん、美味しいね、美味しい、うん、美味しいね。ウサちゃんとクマ、美味しい、みんなで作ったクッキー、ね、作ったクッキー美味しいね。じゃあこれでおしまい。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。